皆さんどうも、ひでチャンネルひでかずです。今日はですね、ちょっとズボラに買ってみようかなというふうに思ってます。まあ楽したいからですね。草刈りを始める5月っていうのはイネ科の植物が優勢になるんでしょうかね。確かにこう草をかき分けるとイネ科の植物の中にクローバーは群生しているんですよね。結構イネ科の植物が密集しているなというふうに思うんですけど、やっぱこうかき分けるともうその下はすぐクローバーだらけになってますので、今日まあ上っ側を刈れば本当にクローバーだらけになるのかななんていうふうには思ってます。まず草刈りを始める前に鷹狩りのちょっとおさらいなんですけども、草っていうのは鋭利なこう刃物で切った際に成長する場所があるんですよね。背の高いイネ科であれば地際の方を切ると成長しやすくて、逆に紅葉の植物クローバーなどであれば逆にその背が少し高い位置で切ると大きく成長しやすくなります。本日も5センチから10センチくらい、かなり大味に、大甘に、ズボラに、ザラ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 というふうに買ってみて、1ヶ月後やっぱり本当に紅葉の植物が広がって草が伸びないのっていうのを試してみたいと思います。まだね、いろいろな条件が整ってしまうと、イネ科の植物がボンと伸びて管理が難しくなるんじゃないのかなというふうに思ってます。ただ今回のを通してやっぱり背の高い位置で刈ると本当に紅葉の植物が広がって管理が楽になるんじゃないのかなっていうのが分かる動画っていうんですかね、分かるようになったら本当にちょっと自分の中でもちょっとね確信に迫れるかなっていうふうに思いますので、今回刈っていきたいと思います。それでは刈っていきます。
い、それでは刈り終わりましたけれども、かなりもう大味で刈ってます。いや秀和くん、この草刈りひどすぎるよねっていうぐらいですね。もうちょっとピョンと跳ねててもそのままいいやっていうふうにもうずんずん進んでいて、刈り直しもしないぐらいなので、ひどい刈り方ですね。でもこれが1ヶ月後ちょっとどうなるか試してみたいと思います。それではどうぞ。はい、それでは1ヶ月経過しましたけれども、結構ねやっぱり低い白爪草がこう覆われたというか、そういう風な形になりました。他の場所もいろいろ鷹狩りしたんですけど、そちらの方もどうぞ。やってみて思ったんですけど、一番最初のその春のその草刈りですけど、5月ぐらいの草刈りの時は割とイネ科がボーンと伸びてると思うんですよね。でそのイネ科のものを、まあ、鷹狩りでこう刈ると、2回目ぐらいになるともうこういう白爪草が割と多く生えてる、まあここ自体もずっと鷹狩りでやってるので、まあ、そういうもう何でしょう、白爪草がこういうふうに覆われてるっていうような土壌にはなってると思うんですけど、そういうような形かなというふうに思います。あと面白かったのは、ずっと稚庭上がりばかりでやってたその土壌のところを、今回初めて鷹狩りで5月買った場所があるんですね。そちらの方の映像どうぞ。こちらの麦畑のような耕作放棄地だったんですけど、一回鷹狩りしただけで白爪草がこう生えてきてますね。まあ、もちろんイネ科の方がまだまだ多いんですけど、でもそのイネ科の間から白爪草がこう顔を覗かせるようになってきてますね。これ多分何回かあと鷹狩りをしているうちに白爪草で覆われるんじゃないのかなというふうに思ってます。あとよくある質問で、いやこの白爪草さ刈るの大変だよねっていう方がいると思います。いやもうおっしゃる通りで、すごくこれ刈るの大変なんですよね。ただ刈るのが大変っていうのは、根元から刈ると大変なんですよね。これなんか絡みつくような感じでこう刈らないといけないので大変だと思うんですけど、ただ鷹狩りで本当この場合だと、もうこの上っ側の部分、この白爪草の上っ側の部分だけさらっとこう刈るだけで鷹狩りをするとものすごく早くて、あとナイロンコードですかね、特にもうこうちょっと飛び出てるこのイネ科の部分をぴょん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 刈っていくだけで、まあ1ヶ月くらいしてもあんまりこう伸びはこれと変わらないような感じなんですかね。あ、ただもちろんこの稚庭上がりは私は否定はしてないです。やっぱり景観はこれ良くないので、本当にその近くで見るとですよ、本当に視聴されてる方も毎日草刈りされてると思いますから、疲れ溜まってると思いますので、この刈り方ですかね、見えない部分とかそういう部分にはすごく私おすすめかなというふうに思いますので、もしね興味ある方いらっしゃいましたら、ちょっと高く刈るだけでいいので試していただけたらなというふうに思います。さあそれでは今からちょっと少しふて寝しておこうと思います。それでは皆さん次の動画で会いましょう。